いやいや、今日アクシーもいろいろ呼んでもらってありがとうございます。いやいや、楽しい収録になりました。一発で。いやいや、一発でね。しかも一発でね。AdopTV は普段一発ではまずありえないんで、まあ、今日ね、アクシーとはいろいろサービスしてるんですけども、店へ来るのも初めだったんですけども、ちょっともう一回やめたいわけですね。さつきちゃんとかどういった仕事をしてるのかちょっと僕に聞かせてもらっていいですか。普段は、まあ、基本的にはフード作ってドリンク作ってるんですけど、まあ、その中で例えばカウンターの前に行ってお客さんこう会話してくれるから、まあ、外人のお客さんであったりとか、まあ、日本人のお客さんとかこう会話してくれて、まあ、最初は店長と喋ってたけどスタッフの私らとも喋ってくれて、ここからどんどん輪が広がってって、そんな感じか。じゃあ次ゆりちゃんにちょっと聞くんだけど、はい、ここ結構近くに何の大学でしたっけ。関西外来です。関西外来ですね、はい、今言ったように外人の方がすごく多いっていうんですけども、はい、ほとんど外人の方が、もうほとんど留学生ですね。じゃあことは英語はメインなんですか。英語がメイン。あ、そうそう、あ、知ってたよね。確かなんか時給1時間800円でここでレッスンできる。そうです。ここでドリンク、それはもう食べながらとか、ね、食べながらお茶しながら800円。それちょっと有名な、ね、いいよね、あれより名前言いませんけど素晴らしいシステムやってるわけですね。じゃあ兄貴、ビッグブラザー康介、兄貴のここのポジションはどんな感じなんですか。僕は朝の、まあ、お昼ランチですね。ランチ、ランチタイムですね。晩は、晩は飲んでますだからビッグブラはデイタイムオンリーなんですね。そうです。で、ナイトタイムは飲んでると。実はね、リラクゼーションマッサージこの上でやってるんです。あー、この上でね。そんな、あ、もう要するに僕らが分かる整体師みたいな感じですね。簡単に言えば柔道整復師みたいな。あー、なるほど、ここを上でやってる。はい、なるほど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 。さあ、ナミちゃん、大体一番若いんじゃないかと思ってか、確かね。そうですね、まずね、皆さんこのスタッフの年齢、スタッフの年齢ちょっとね、ぜひ一体なみちゃん、平成何年生まれですか。平成3年。イエーイ、平成3年ですよ。素晴らしい。A ドックはね、もうちょっと言いますけど1965年、1965年なんですけども、平成3年生まれ、非常に若いですね。そこはノーズガイドさん、あと平方なんですけどもね、素晴らしい店なんですけども、ちょっとね、僕気になったあのスタッフがいるんですけども、原さん、これどっから見てもですね、彼女ハーフじゃないですか。原さんどんな感じなんですか。ハーフさんですかね。どこのハーフでしょうか。あ、パパは日本人です。パパは日本人ね。はい、母さんはイギリス人です。イギリス人、素晴らしいですね。ここノーズライドで、そうですね、世界各国、要するにボーダーラインを超えた素敵な店になってますんで、ぜひ皆さん、アツシの中心の店、ぜひ遊びに来てくださいね。まあ、雑談という形だったんですけども、ちょっと PR になりましたけども、ぜひ皆さんの素顔をですね、AdopTV でもちょっと収めさせたいと思いましたんで、また機会がありましたら、皆さんぜひこのチケットを持ってですね、再度来てください。AdopTV のおまけでした。ありがとうございました。Thank you!